みなさん、こんにちは。地球ワクワク探検隊副隊長の旅人マリーシャ in ドバイ。今私は中東の旅を始めドバイに来ております。早速なんですけれども、今回はどんなところに普段泊まっているかというところをちょっと紹介してみたいと思います。まずですね、こうやって一生懸命一人で撮っているところは鏡に映ってるんですけど、まあ、鏡もあるような、じゃん、ホテルじゃなくて4人部屋のドミトリーです。安宿というか、まあ、ユースホステルというようなところで、いつもだいたい何人か一緒の部屋に泊まってます。今回は4人部屋なのに、誰もいなくて個室状態。まあラッキーちゃラッキーなんですけど、本当は情報とかが欲しいので、うん、寂しいっちゃ寂しい。でトイレとかお風呂は、こんな感じで、なかなか綺麗で、こうちょっとこうイスラム圏なんでね、こうなんていうんだか、シャワートイレみたいな、こういうのがついてたり、でもあったかいお湯は給湯器で作るよみたいなケースも忘れたね。そう、こんな感じで、私は旅をしています。それではいろいろ街のところとかも撮れたら、そういうのをもう紹介したいと思うので、まあコラムの方も読んでもらって、合わせて楽しんでくれたらいいなと思います。それでは皆さん、バイバーイ。